はい、どうも。2018年、6月の27日、朝の10時、朝の10時30分です。よろしく。まったりやろう、まったり。平和だ。平和だ、平和だ。はい、ワード2。よろしくです。はい、はい、お疲れ。です。みんなフォローありがとう。たくさんフォローありがとう。はい、ワドツ。いやさ、なんだろうね、面白かったなと思ったのが、さあ、俺一般人なわけじゃん、俺簡単に言うと。で、目の前にさ、こう居酒屋に行くわけよ、打ち上げで誘っていただけて。北郷さんって、俺のこと、和道ちゃんって言うの。和道ちゃん、和道ちゃんって言うの。それ、実は最初会った時は、和道さんって呼んでたんだけど、なんか、運営さんが、いや、最近ね、北郷さんが、和道ちゃんって言うんですよ、って言ってて。で、あ、そうなんすか、嬉しいっすね、って言ってて。で、まあ、久しぶりに会ったの、北郷さんに現場で。そしたら、和道ちゃんって呼んでもらえて、で、あ、嬉しいなーとか思って、ワドちゃんいつもありがとねーとか、ワドちゃんなんかフォローねー、ツイッターとかでありがとうとか言ってもらえて、配信でも宣伝頑張ってるねーとか、ありがとねーっていう感じの人なのよ。で、まあ、仕事終わって、で、片付けとかしてたら、打ち上げ行きまーすってなって、で、ダンガンさんと、ダンガンさんの息子さんで、トラ太郎さんがいて、で、飲みに行くじゃん、運営さんと。わあ、ありがとう、メガホンたくさんありがとう、キサラさん。でね、その時に北郷さんが、ワドちゃんも来るでしょって、開けてるって言って、あ、開いてますって言って、じゃあワドちゃんもおいでって言って、ありがとうございますって言って。で、俺は遅れて行ったんだけど、5分ぐらい。ほな、もうみんな飲んでて。そしたら、ダンカンさんがまあ上座で奥で、で、その向かいに北郷さんで、俺北郷さんの隣に座らせてもらえて、ずーっと目の前にダンカンさんいんだよ。斜め右にダンカンさん、真横にある北郷さんで。で、俺その時にね、俺の母親って実は、芸人だったんだよ。若い頃。そうそうそう。女芸人やってて。で、俺子供の頃テレビで見てた人たちなのに、まあ北郷さんはその世代的に俺はテレビで見てないけど、南岩さんはテレビで見てる人じゃん、名前も知ってる人じゃん。 っていうか、小学校の頃にダンカンバカ野郎って言ってたでしょ、みんな。そうそう、ツイッターに写真上がってるじゃん。で、ダンカンさんが普通に俺に会話をしてくれるわけよ。なんか不思議な感覚だったよ。緊張とかは全く緊張しなかったけど、いや、和田くんお疲れ、みたいな。そう、ダンカンバカ野郎のダンカン、ね、子供の頃やらなかった、みんな。一回はやったことあるでしょ？ダンカンバカ野郎は。モノマネ。肩こうやってやりながら、ダンカンバカ野郎ってやったことあるでしょ？そのダンカンさんが目の前にいて、和田くんお疲れって言われてて、なんだろう、この感覚っていう。多分、その地元の人とかさ、両親に言ってもさ、何言ってんのって、頭おかしくなったのって言われるような話じゃん。そういう感覚だよ、俺。だから出会いってさ、大事にね、したいなって思った。なんかこう、人と人との出会いが、こう人生を変えるチャンスがあるわけだから、この企画どうしても成功させたいのよ。ダンカンさんに、ネットってすごいねとかさ、思ってもらいたくない？配信者すごいねーって。そういう気持ちだね、俺は。で、なんかね、その男官塾が終わったわけなんだけど、終わった後に、これはね、すごいと思ったのが、配信者ってギャラが出ないとかさ、利用されてるとか、閲覧がとか、そんな話ばっかりじゃん。北郷さんと男官さん、どうやったら面白くなるかだけなの、毎回。ミーティングの時もそう、プライベートの時もそうで、お笑い論と、どうやったらこの企画面白くなるかしか出てこなかった。めちゃくちゃかっこいいと思った。やばくない？鳥肌立ったもん。
帰り際とか、お笑い芸人ってこういうことなんだと思って、どうやったら笑ってくれるかなとか、どうやったら面白くなるかなってずっと言ってた。でダンカンさん、まあ2時間飲んで、たくさん飲むんだよ、すげえ飲むの。アルさんとかもバンバン飲むのよ、もうスピードが違うので、酔っ払った時のダンカンさんが帰り際にボソッとなんて言ったかって言ったらさ、あの子たちと飲まなきゃなって言ったの。あの子たちっていうのはダンカン塾なんだけど、あの子たちと飲みてえなあって言って帰ってったの。すごくない？めちゃめちゃかっこいいでしょ。要はあの子たちと飲んでコミュニケーション取ったらもっと面白くなるっていう発想なのよ。いや感動したよね。すげえかっこいいと思って、この番組を成功させるためにはあの一人一人とストイックでしょ。であとはまあまあそういう話とか、あとね、ダンカンさんから質問された内容は全部配信者がどういう人たちなのか、要はダンカンさんが噛み合ってなかったっていうのはダンカンさんが一番気にしてんの。誰よりもう空気でわかんの。コメント一切見てないの。だからネットも見ない人の空気でわかったの、これ噛み合ってないって。だからずーっと配信者の質問、どういう生き方してんのか、見てる人はどんな人なのか、ネットとは何なのか、配信者はどういうのを好まれるのか、ネタの仕掛け方どうなのとか、ずっと質問攻め。いやーすごいよね。長谷さん背高いよ。長谷さん大きい。うん。そう。彼らと飲みたいって言ってた。すごいよ。もう笑いのことばっかり。で、もう貧乏でも何でも当たり前だっつった。そんなん金掴んだって面白くなるわけねえじゃんって。金掴んでもいいけど、俺らはお笑いだって。その、笑い、殿に、殿に笑ってほしいっていうのがまだ言ってたね。お客さん笑ってほしいのもそうなんだけど、殿が受けたらもう本当に面白いことだから、殿笑わせたら世界中笑うって、かっこよくない？だから殿笑わせればいいんだ。殿が笑うっていうことは世界の北野が笑ったんだから、日本中笑うっていう、そういう感覚なんだよ。うん。公平性が欠ける企画だと思う？あ、そう、うん、見なきゃいいんじゃない？うん、見なくていいよ。俺はアピったよ、一人一人アピったアピった、この人こういう人ですよっていう、アピったアピった、もちろんもちろん、そのために言ってるわけだから。うん。そんなプロにある北郷さんよりてめえより稼いでるよって噛みついたで、面白いことやれよって、俺らこれで食ってんだよって、かっこよかったよね、あの返しね。あ、僕らお笑いで食ってるんで、それで食えてるんで、ここにいるんすよって言ってたもんね。うん。いやー、すごかったね。かっこいいよね。うん。呼んだんじゃなくて、ノルさんがエントリーしてきたんです。ダンカンさんは呼んでません。っていうか、お前誰状態だから。うん。で、ほなちゃんっていう子わかる？ほなちゃんっていう子わかる？ニコ生の。が、メロンパン差し入れしたんだよ。ダンカンさん大事に抱えて持ってたよ。ね。で、スタッフさんみんなで分けようって。息子さんのトラ太郎さんに、トラ太郎お前も食えって。スタッフさんも食べてって。これ嬉しいなって言って。あの子いい子だなって。ダンカンさんめちゃめちゃ人を大事にすんの。メロンパンって。1億円分のメロンパンって。おはようございます、今日もヘナヘナ。あ、昨日ダンカン塾のオーディションに ってほらメロンパンくれたよって、これほなちゃんのメロンパンが嬉しいって。うん。でもね、メロンパンくれたのはアメマ TV リアル怪獣グランプリ1億女の子が来たモンちゃんっていうスレンダーで可愛い子でした、結婚してくんないかな。メロンパンくれたよって、くれたのはモンちゃんだから、ダンカンさんなんかさ、モンちゃんのことばっかり考えてんの。モンちゃんと結婚したくなっちゃってんの。これすごくない？でも、メロンパンを渡したのはモンちゃんじゃないんだよ。惜しい。でも、こうやって書いてくれてんだよ。うん。すごいでしょ？うん。で、これ。
お笑いにつべこべ言うやつ、やろうは好きさーって。これドレさんのことだよ。お笑いにつべこべ言うやろうは好きさーって。わかる？ダンカンさんがこうやってみんなのこと考えてんのよ。で、ね、ダンカン塾面接。誰がこいつらをクズと言った？その意見は正しい。でも、蔑んでいる人よりみんな自由だよって、自由ですって。何かを自分オリジナルで発信しようとしている苦しさ、そして尊さ、わかるのかな？まあ、俺の考えだけど、今まで世の中になかったものを求めてるものは生きててもつまんねえだろうって。あ、まあ、ここに俺いるね。スタッフさんたちお疲れって。さあ、始まるよって。一生懸命じゃない？番組作りに。うん。ね。うん。ダンカンさんだよ。ダンカンさん今いくつ？もう60になるのかな？ちょっと待って。ダンカンさん年齢はるか上でしょ。北郷さんが47歳か8歳だったかな。今59歳だね。今59歳、ダンカンさん。うん。いや、愛だよ。ダンカンさんって、そう、ネットでいろいろ書かれてるけど、もうリアルで俺全部知ってるから、そのバター健太郎のこととかも、まあ、ダンカンさんが鬼畜な部分もネットよりもより知ってるのよ。だからあれなんだけど、まあその裏話はできないんだけど、ちょっと。それはね、オフ会とかで聞いてもらいたいんだけど、なんつうのかな、すっごく人を大事にする人。まあね、いまだにね、年2回ぐらい、その、たけし軍団入りたいっていう人いるらしいんだけど、最盛期は、1ヶ月500人とかいうレベルだったらしいんだよ。で、その、まず、まあ、殿の付き人なんか一人しかできないから、ダンカンさんに預けられんの。で、ダンカンさんが、ずいぶん優勝する？別に優勝してないけど。うん。ダンカンさん本当のクズだね。で、ダンカンさんすごく人を大事にして、実はすっごく厳しいのは本当なんだけど、たけし軍団のプロの中たちだけで、どんなに売れなくても、どんなに才能がなくても、送別会やるんだって。絶対に。未だにそうなんだって。最後まで人の面倒を見るのがダンカンさんの。で、ダンカンさん、超人間を、もう大事にすんの。すごいよ。だから、その、なんつうんだろうな、配信者の温度と、ダンカンさんの温度がちょっと噛み合ってないなっていうのは感じる。ダンカンさんって実はハートフルな人で、高ぶって泣いたり怒ったり笑ったりする人の人との付き合いの中で。うん。だからね、なんかね、こう、ダンカン塾生、育成が家族みたいになったら面白くなるなって思う。たけしさん何番ですかな？オフィス来たのページ見てみる？どうなんだろう。どれくらいなんだろう、まあ、多分オフィス来たの順番だと思うから、タレントの見てみようか。何番目なんだろう今いる中で。まあまあね、もう辞めちゃった人もいるからあれなんだけど、オフィス来たのこれか、見てみようか。タレント何番目ぐらいなんだろう。4番目に位置してるけどね、この中では。これが順番なのかな？どうなんだろう。もともとね、男子師匠から、男子師匠の弟子を抜けて、たけしさんのところ行ったんだよね。うん。そうそう、一期生。三股又蔵さんいるね。うん。そうだね。そのまんま東が一番でしたね。うん、熱い人だね結構。うん、熱い人。うん、どうしようかな。お茶買ってこようかな。飲み物がねえな。ドリンク買ってくるわ。ちょっと、
減ったな。飲み物買ってくるわ。おはよう、坂ペコ、おはよう、おはよう、はいはい、おはよう、日光浴しようか、はいはい、おはよう。
はい、ただいま。いっせー、うん、オフィス来たのがトラブって不安だから売れない芸人がネットにこびてるだけ。だいたいダンカンって誰だよ。おっさんしか知らないだろう。まあまあ若い人知んないだろうね。うん。フロッグマン知らない。うん。フロッグマンのわかんないね、うん、そう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 、文鳥って言うんだけど可愛いよ。そう、2羽いるね、うん、はい、ターボさんお疲れっす。ね、構成作家だね、うん、あとまあ演者とか俳優とか映画監督とかいろいろやってるけど、うん、ある北郷さんはね、俺それが楽屋またあの飲み会の時の話なんだけど、びっくりしたのが、俺そのたけしさんの話しようと思って、僕ビートたけしさんのネタを初めて見たのはあの時なんですよって言って、ね、俺33なんですけど、たけしさんってテレビタックルとか、そのなんていうの、なんだっけ、テレビタックルとか、アンビリーバボーとか、それ司会業をやってるたけしさんしか知らないんすよって言って、ああまあ世代的にそうだねって言って、でたけしさんすごいって、芸人さんとしてめちゃめちゃ面白いって思ったのが、いいともが終わったじゃないですかって、あの時にこうやって広げたやつがすっげえ面白かったですって言ったら、北郷さんが肩ポンって叩いて、ワドくんって、あれ内容書いたの俺だよっていうの鳥肌立ったよね。マジっすかっつって、そう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 、構成作家ってそういうことだからっつって、あれ打ち合わせ大変だったよとか言って、だから殿がこうやって読み上げてるやつあるじゃん、いや鳥肌立つでしょ、うん、あれだよ俺だよ構成作家だから、あのネタあれだよ面白かったっつって、そうそうそう、構成作家ってそういうことだから、そりゃそうでしょ、ビートたけしがねえ一個一個の番組のプロデュースとか台本書いたりネタ書いたりできないじゃん。うん。いや、芸能界ってそういうところだから。有名なんだ。へえ。知らなかったから。うん。いや、鳥肌立った。え、あのネタ、たけしさんのネタだと思って、面白いと思って、その、言ったら、いやいや、俺だよって。もちろん最終チェックとかさ、手こ入れっていうのは殿がやるんだけど。ねえ、そういう話聞けるってすごいよね。うん。あれの T シャツ持ってるんだ。うん。あ、そうそう、みんな俺の T シャツ買ってよ、みんな。在庫がすごいから、和道 T シャツもしよかったらよろしくお願いします。和道 T シャツ買ってください、ぜひ。発売中、5000円で。支援だと思って買って。うん。和道 T シャツね。うん、よろしくお願いします、うん、私はこれを書いてませんって言ってる、うん、これはダサい、まあまあすでにもう始まってると思うかな、ここ2年ぐらいでもう配信会ガラッと変わると思ってるね、普通に芸能人やると思うよ、スーパージョッキーとかの構成作家とかをバリバリにやってたのがダンカンさん、スーパージョッキーとか、なんだろう、たけし師匠か、風雲たけし師匠とか、その辺のコント番組とかの構成作家で大活躍してた、スーパージョッキーとかで活躍してたのがダンカンさんね、うん。はい、お疲れ、風船ありがとう、お疲れ様です。いや、ネット配信っていうよりもね、制作会社がネットに降りてきたって感じだね、
タレントさんがまあまあねっていうのもあるだろうけど、個人的にっていう。あ、そっか、元気が出るテレビもそっか。うん、あ、ウルトラクイズもすげえ元気が出るテレビ、ウルトラクイズ、スーパージョッキ、風雲たけしとか、うん、その辺がもうダンカンさんがバリッバリのもう構成作家で、うん、俳優の映画もかなり出てるから俳優さんのイメージも強いよね。うん、業界そのものがっていうかね、まあまあアベマ TV が一番でかいと思う。要はテレビ朝日とサイバーエージェントが両方出資して3億で会社出したでしょ。だからやっとそのテレビがそのネットと組んだっていう瞬間だから、アベマ TV が初じゃん、でかいテレビ局だと。テレ朝とサイバーエージェント、 あのアメブロの会社ね。ありがとうモグリン、了解、いつもありがとうね、ジョージさん、アイテムありがとう。そうだ、僕の夏休みのナレーションもあるのか。 ありがとうございます、あちあちさん、もしよかったらフォローしてね。アベマがね、要はネットもありだなっていう風になったね。今日の予定っていうかね、もうこっからスケジュール入れてないから、全スケジュールが終わったって感じで、やっと普通の和道らしくできるなっていう感じ。あ、俺ね、アシスタントではないの、 AD ではないの。俺ね、アドバイザースタッフっていう、うん、スタッフ、うん、だからもちろん現場で AD 的なこともやるんだけど、なんだろう、アドバイザースタッフで入ってます僕は。アベマ TV っていうのは今すごい人気ですよ。検索したら無料で見れるテレビですよ。簡単に言うとインターネットテレビです。ネットフリックスとかそういう系、一回見てみるといいよ。パソコン持ってたらターボさん、アベマ TV って検索してごらん。あのね、リアル怪獣グランプリとか、亀田光輝のあの亀田に勝ったらっていう番組やったやつ、うん、俺スタッフだよ。うん、弾丸塾のあの番組のスタッフ、うん、目前だね本当に、うん、まあ、だから俺らの素人は配信って感じだけど、スタッフさんが作ったら番組って感覚かな、うん、要は一つの番組作るのに何十人とか何百人とか。ギャラのことは言えません、ごめんなさい、察してください。ギャラの話はしません。お給料いくらって言ってんのと一緒だよ亀蔵。久しぶりだね亀蔵くんのね。阿部はね、テレビを食ってる感じっていうよりもテレ朝が半分出資してるから、だから会社の売り上げが要はテレ朝本社の方に行くから、ウィンウィンな関係築いてるね。少なくても多くても半々買うでしょ。少ないって言ったら運営さんに敵に回す行為だし、多いって言ったら無料で出てる演者を敵に回すでしょ。ダマですよここは、ダマです、うん、バガーありがとう神蔵さん、うん、ダマです、ご想像にお任せします。そう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 、だからね、クロスしてるよね、うん。ワドンはそこそこもらってないと絶対動かないから、そこそこもらってるはず。いやいやいや、大事にしたいんだね人間関係。相当もらってんなっつって、うるさいわ、うん。弾丸塾見ててワドンさんのスタッフ感がすごかったわ。ああ、こういう人テレビ局にいそうっていう。あ、 AD っぽかった、うん。いや楽しいね、ほんとね、楽しい楽しい、うん。だから想像に任せるよ、うん。まあだから5年後とかに聞いて、弾丸塾が頓挫したら聞いて、あの頃の裏話話すよって。そしたらもう番組の方とは関係ないから、笑い話にしようぜ。あの時儲かったよとかさ、あの時苦しかったよとか、それが楽しいじゃん。裏話にしよう、この話は。今話す話じゃないよ。うん。うん。面白い、すごいでしょ、ターボさん。うん。これ、要は、もうテレビっすよ。ネットテレビっす。ドレさんの発言どう思いますか？私は一例あると思いますが、ただただ不快だったね。うん。キミタンさん。ただただ不快だった、俺は。うん。この企画終わった、うん。外部スタッフだから、要は個人事業主のままなの。要はね、
最初、役職どうしようって言った時に、ブレーンでどうですかって言われたの。で、アシスタントディレクターとかディレクターとかさ、プロデューサーとかよく聞いたことあるでしょ。で、ブレーンってどういうことかっていうと、番組を作る主軸の人たちなの。でも、俺も勉強中の身じゃん。ブレーンって嬉しいよ。だってもう本当の、要はディレクターとかより上なわけだから。ブレーンの役職でどうですかって言われたんだけど、その配信者でもあるし、下っ端なわけじゃん、その中のわけで。だからそれじゃあちょっと役職高すぎるんでって言って、なんかもっとなんか下っ端っぽい感じも出る感じの、なんかいい感じのに変えてもらえませんかって言って、あ、わかりましたって言って、いいんですかって言って、実績ブレーンとして実績になるんじゃないですかって言ってもらえたんだけど、次じゃあブレーンで呼んでくださいって言って、なんか外部で外してもらったの。だからアドバイザースタッフになってる。いやー、ちょっと面白かったよね、サダね。あー、そうなんだ、文鳥最近買ったんだ、いいっすね。そう、企画はずっと裏方向きって言われてた。俺ね、映像制作の勉強してるのはその道に進めばって違うんだよ。もともと俺が子供の頃一番最初に見た夢って映画監督になりたいだと。で、今でもそれで映画監督やりたくて、自主制作の。それで300万作りたいなって。要は、スポンサーも探してるんだよ。要は、俺が作る映画、300万初期にかかるから、ボンって300万出してくれるファンの人とかスポンサー探そうと思ってて。まあ、それはゆっくりね、俺が自分で有名になるための活動とか、スポンサー、この人応援したいっていう環境を作らないといけないと思って。それで始めたのが俺、生主だったの。だから、俺は、テレビの人とか、いっぱいいるんだよ。実は配信見てて、いろんな人から教わってんの。ミュージックビデオ作ってる人とか、その映画実製作やったことあるリスナーさんとかいるんだよ。そう。だ、それが最終的なゴールなの。俺はね、ドキュメンタリーのマイケル・ムーアさんっていう監督がすごい好きで。俺映画撮ったことないよ。会社はもういいや。もうやんない。めんどくさい。行くぞ、さんいらっしゃい。いやー、多分ね、タンパクさんね、現場にいたらね、不快だよ。現場にいたら不快だよ。まあまあ、見る側によるよな。俺もスタッフじゃなかったら正直、おい、言えって炎上させろって楽しめたよ。だから俺、リスナーさんの悪口言ってないじゃん。いいんじゃんって。だけど俺の立場からさ、俺の立場からは言えないよ。俺は半年間この一瞬に命かけて時間割いてきたわけだから。無給でっつうか、花火がもらえなくてって。雪降って進軍は自分、マイケル・ムーアの師匠だよ。マイケル・ムーアが好きな映画監督撮ったのが雪降って進軍だよ。この縁からオフィス来たのに、僕はないでしょ。僕はハマらないでしょ。無理でしょ。あれはね、石野の映画、撮ろうと思ってショートムービーのオープニングだけ作ったんだけど、1分間の。要は、石野がホームレスじゃなくなっちゃったからやめたね。5分ぐらいのっていうかね、今考えてるのはね、30分のを撮りたいと思ってる。30分の尺で、ちょっと映画のコンテストとか出してみたいなって思ってる。え？ガチンコファイクットクラブ？何の話？あ、そうそう、ある北郷さんが今回の弾丸塾やるときの元ネタっていうか、こういうのやりたいっていうのがガチンコファイトクラブだったね。映画制作費はベッドでも出ます？いやいや、単純に見てる人とかでお金持ちの人いっぱいいるから、 FX とかの億万長者いっぱいいるの。そうだから、そういう人が、いや俺ワドウ好きだから、ワドウの映画見たいから、俺300出そうかみたいに言われるチャンスをずっと待ってるかな。クラウドファンディングやってもいいしね。まあ特典とかって映画ってつけづらいけど、まあスポンサーはずっと募集してますね、僕は。
そうそう、人生一回だからもうやりたいことやりきる。あ、まあ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 、台本なのかどうかわかんないけど、別に今回台本はあのある北郷さん用とダンカンさんと俺とスタッフさんで共有できる台本しかなかったよ。でも別に台本つっても大したことないよ。エキストラ出演ね。俺はね、映画の最後のテロップに、あの、協賛とかスポンサーっていう名前でテロップ最後出すっていうのが一番いいのかなと思ってるけど。そうそう、パトロンも探したいなっていうのあるよ、正直。いや、ピキってないよ。あの人のキャラ、あの人は。パトさんの枠見たらわかるよ。ピキってないの。ああいうキャラクターなの。すごくいい人よ。演出っていうか、もう止めてっていう、スタッフさんからこれが出てる、もう追い出してくださいって、止めるか追い出してくださいっていう、ミニ映画を作ってアピールしてもいいし、もうこれから考えるかな、どうしてこうかなと思って。いやー、パトさん面白いよね。尖ってたよね。エースだって言ってたもんね、ダンガンさんが。いや、パトさんピカイチだったわ、俺の中で。いや、鳥にふさわしいよ。いや、笑うよね、ユイがユイがって書かれて。ユイがユイがユイがって書かれてたよ。いや、あのね、オフィス来たのは潰れないのは映画の版権があそこにあるから。オフィス、要はさ、たけしさんの映像制作のあの印税とか全部オフィス来たのに入ってくるから、それがでかいの。映画の管理会社になっちゃってんのよ今。ああ、まあね、いろいろもがいてたよね、ゆっくりゆっくり。生活保護だったしね、もともとホームレスで、ホームレスから生放送を始めて、まあバー持てるようになって生活保護抜けられて、でね、世界7位のね、東洋太平洋チャンプにボクシング教わったりとか、なんか人生変わるよな、本当に。パツさんとこ見てない？もうアップロードされてるよ。YouTube チャンネル登録しておけば新しいの通知来るよ、動画がアップロードされましたって。もしよかったら弾丸塾チャンネル登録しといてよ。まあね、本編放送は1ヶ月に1回で、まあショートバージョンの5分は1週間に1回ぐらい上がっていくと思うよ、今後。主演で撮るからお金出してって言えば1000万ぐらい出さないかなっつって、いやいや、いいよ、そういうのはいいよ。俺は笑えないでしょ。なんか金ですり寄ってくんのみたいになったら嫌だから、もんちゃんと関係崩したくないし。YouTube チャンネル登録しといて、そんなあの YouTuber みたいに毎日うぜえ動画ポンポン出さないから、ちゃんと作り込んで、あのね、月1回ぐらいボンって出るやつだから。今弾丸塾シャープ4までやってるかな。そう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 、オフィス来たのはそうよ。あとはまあ水道橋博士がいろいろ仕事あんのと、まあ三松さんは今プロレスやってるのと、まあ、タカさんとかね、あの普通にテレビ出てるし、ぜひぜひ弾丸塾のチャンネルと僕の YouTube チャンネルも登録してください。ぜひお願いします。 YouTube ね、あの助かりますよ、チャンネル登録していただけると。まあまあ、ある北郷さんのネタが見たい、ネタも見れるから。で、あの今回の動画はね、この特別編ってやつだね。これがある北郷チャンネル、弾丸塾のある北郷ビートたけし側近たけし軍団で、これが弾丸塾のあのチャンネルなんだけど、これが今回話題になったやつ、これ特別編、オーディション生放送ってやつね。で、シャープ、本ちゃんの放送1234である、シャープ4まであるから、
ぜひご覧ください。え、俺ケツなんか触ってないよ、触ってないよ、うん、最初にアップされたのを見たのにハニー大木のとこ飛ばしちゃって損した、映ってたって知ってからもう修正されてた。いやー、ヒヤヒヤしたよ。っていうかそのせいで俺7時間残業だかんね、きつかったよ。来なかった人たちどうなるの、どうなるっつうか、本人がだって体調不良で辞退したんだから、あれだよ、失格っていうか本人が辞退だよ、うん、本人が辞退、うん、あ、夕方まで潰れてたんだ、そうなんだ、体調不良だったけどね、うん、柏木体調不良、ココア様体調不良、卵味噌バックレ、柏木もね体調不良だもんね、うん、まあ見たかったけどね、うん、あ、もともとあれだよ、あの本当は収録なんだよ、だから今回だけなの特別編は。オーディションはまあ、あの生放送で試験的にやってみようってだけなの。だからこっから先はずっと動画だよ、過去4個も動画だし、こっから収録だけです、うん、だからもともとコメント読まないんだったらっていうか、これは試験的に試しただけなの。そうだから、あのヒロさん、みどりさんが言ってるの正しいよ、うん、今後生放送やるつもりないから、いらないっていう判断したのスタッフで、めんどくさくなるから。要はコメント読むっていうことをダンカンさんとか北郷さんが慣れてないから、で配信者に見せるようにしても、あのなんかブツブツ始まるの嫌だったから、もうそのオーディションを垂れ流そうっていう、そのリアリティ出そうっていう、そういう判断だった。だから今後は動画予定通り、うん、だから簡単に説明すると、簡単に説明するね。この弾丸塾生放送特別編っていうのの編集が入ったバージョンが弾丸塾シャープ5。わかる？だからこれ弾丸塾の本編に入れてないでしょ。これはあくまで生放送で、まあ生放送のね、配信者が出るから生放送やろうっていうだけで、こっから先は編集。あの、収録部位。そうなります。卵味噌は交通費使い込んだって聞いたね。自分の自爆で言ってたね。もらった交通費使い込んだって言ってた。うん。できればシリーズ化したいっていうのが、まあ、運営一同。ダンカンさんとか北郷さんとかもこれシリーズ化して、こう大ブレイクしたいねみたいな、うん、要は1期生2期生3期生とか YouTuber 編とか一般人編とか1期生 VS 2期生無茶振り対決とか、なんかいろいろ構想はあるけれども、結局まあ、あの数字が取れなかったら意味ないわけだから、で他の番組もあるわけでしょ、うん、だから要は当たるか当たんないかだよ、普通のテレビ局と一緒でしょ。1回の収録にすげえお金かかるからさ。うん。え、野田ゾーリー全然フォローしてくれてるよ、俺のツイッターとか。うん。柏木もフォローしてくれてるよ。オーディションに行っといてその企画面白くないとかいうやつ何様って感じだよね。まあ普通にそうだよね。うん。何なんだろうね。うん。来なきゃいいのにね。海外企画は今のところ予定してないですね。うん。外国は予定してないです。ただ、その本戦5人選ばれたら、合宿やりたいっていうのがダンカンさんの希望なんだよね。うん。丸1日収録で、24時間、その、なんつうの、ダンカンさんがその5人に無茶振りし続けて共同生活みたいなことを
は今のところ案には上がってるけど、一応その5人になったらっていうその先の展開はまだその固まってないね。案がいくつもあるだけで決定はされてない。まあいろいろあるよ。え？不尊な態、え？態度取ったの緑くらいじゃない？いや、緑さん別に俺にそんなことなかったよ。っていうか多分、配信者の中で一番俺コミュニケーション取ったのは緑さんだったけど、顔知ってるから、あそこ全然アウェーじゃん。全然会話したよ、普通に。で、LINE 交換もしたよ、緑さんと。ただ3日間ね、配信、生放送につまらんって、久保田のツッコミ的確だったぞ。まあまあ、じゃあやんなきゃいいんじゃん。じゃあやんなきゃいいんじゃん。って感じで、俺はね、それを面白くするのが配信者だと思ってるから。そう、それをどう面白くするのかっていうのが勝負っていうのだから。ヒカル君は逆に起きてる方だったけど、もうネタガンガン作ってて、こうやろうああやろうってさっき飲んで聞いたけど、めちゃめちゃ面白くなると思うよ。ヒカル君は練ってたよ、3日間起き続けるって。まあ似てる企画じゃん。もうバッチリ練ってた。最終的なのは、ダンカンさんとか北郷さんが作ったマスクがあるじゃん。それを着て議会に通れるのか。要はオリジナルマスクだったら通るって言ったから、本人が。じゃあ、こっち側でオリジナルマスク作りますよっていう話。で、議会に出てもらうっていう。そう、太郎さんももう記事、今日買いに行ってんのかな？もうその配信やったの？マスクどんなのができんのかね？謎だよね。どうなんだろう？どうなんだろう？便所さんもう配信やってんのかな？ちょっとわかんないな、ツイッター見てる限りだと。 そう、なんか要はヒナしか売ってないってなって、ヒナを買って育てるところから始まるっていう、すげえ面白いと思うよ。便所さんさすがだよね。便所さんさすがだよ。いや、ヒナから育てるっていう発想はなかったから。 キジを育てる人初めてだよね。 っていうか売ってるんだっていうね。いや、さすがでしょう。いやー、やばいよね。便所さん株ダダ上がりだよね。だからこういう時にさ、雑魚生主なのか本物にネタできる生主なのか分かるよね、企画力。手乗りキジでもいいんじゃない？別に全然ありでしょ。わかんない、生地が大きくなるかどうか。でも、ヒナを連れてっても面白くなるし、そこはなんか、俺もいろいろ、昨日飲んでて、いや、生地のコスプレを着て、生地の人をね、集めても面白いね、とかいろいろ言ってたの。どこまでやんだろう、みたいな、便所さん。まあ、要は、笑いが取れたら勝ちだから、ダンガンさんがさ、面白かったじゃんって言ったら勝ちだから、バカありがとう、アイテムありがとう。犬、猿、まあ、手乗りだけど、キジ。で、きび団子をつけて、鬼退治。いやー、いい企画だよね。俺はね、野田ゾーリーの綱引きも結構楽しみなんだけどね。そう、いろいろ案がある中で、ヒナから育てるっていうのは、ドラマがあるし、話題、ね、ヒナの成長記録とかも全然面白いじゃん。バカありがとう。な、どうなっていくかだよな。俺、時給制じゃない。時給で働いてない。時給計算とか意味ないから、個人事業主。
みんながくれたアイテムが俺の給料。投げ銭で食ってってるんで、はい。みんなのチップが俺の給料だよ。ありがとう、バーガーたくさんありがとう。サンキュー。次回のオーディションじゃなくて自枠でやってんの。だからそこが俺その頭ひねったところで、要は配信者を出すんだったら、普通にさ素人さんとかだったらこうカメラクルーが行くけど、今回の弾丸塾のミソは無茶ぶり自体、オーディション自体は自枠でやってもらうので、タイムシフトを提出すんの、運営さんに。アイテムありがとう、ありがとう、花火ありがとう、匿名さんありがとうございます。そうそう、そしたらさリスナーさんもさ自分の推しの配信者追っかけることができるじゃん。もっとこうやれよとかさ、こうやったら応援することもできるじゃん。プロデュースできるでしょ。要はこの人面白いと思ったからこの人にちょっと入れ知恵しようとかさ、そういうのをこう構想してて、で最終的にまとまった部位を5分とかの尺で編集して、こういう部位ができましたっていうのをダンカンさんが見るっていうのを、あの収録でやる。面白いでしょ。うん、自分の映像をちゃんと残すように指示してるの。もちろんもちろんしてるしてる。バガありがとう、丸見えさんありがとう。ダンカンたちが映像を見てどんな反応するのか。そう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 、要はそれがまあ次回の番組になるよね。シャープ6、シャープ5はオーディションの編集バージョンで、シャープ6っていうのは要はダンカンさんがこうやって他の配信者たち25人が提出する動画を見ながらダメ出したりとかやっていくっていう。でシャープ7で発表だよね。要は結果発表5人って言って、それは呼び出してもいいかもね。5人、スタジオに呼び出してやってもいいかも。うん、うん、まあまあその企画を生かすも殺すも自分次第でしょ。うん、太郎さんどうなの、今記事を買いに行ってんの、どうなの。あー、やってるやってる、記事買いに行くってやってるわ。ほら、記事のひなを買いに行くってやってるね今。すんばらしい。うん、配信見て楽しむ姿、あ、見れる見れる。要は簡単に言うとこういうこと、こういうこと。イメージね、イメージやるよ。イメージはこういうこと。いくよ、ちょっと待ってね。俺がダンカンさんだとするじゃん。オッケー。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。イメージを伝えると、俺がダンカンさんで、俺がダンカンさんで、こういう感じ。こういう部位。ほうほうほう、生地買ってるね。いいね。え？ヒナから育てんの？ヒナ？とか。で、ここにヒナが映ってる。ピヨ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 みたいな。猿は？とか言ったら、キーとか、猿どうやって飼ったの？とか、あ、こうやって飼ったのね？とか、行くの鬼退治みたいなことよ。いいねーみたいな。っていうのが見られるってこと。簡単に言うと。それが弾丸族のシャープ6になると思う。わかんないよ、うん。どういう流れになるのか。うん。キジ鍋振る舞ったりとかね。そこはもう、だから、アドリブ力だよね。うん。風船ありがとう、キサラさん。ありがとうね。
そう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 。うん、クソつまんなかったら見なくていいっすよ。全然。はい。別に僕困んないんで。見なきゃいいんじゃないの。うん。付箋ありがとう、まーさん。パフェありがとう。パフェありがとう。サンキュー。ダンカンさんの無茶振りの仕方もその人の殻を破らせるみたいなところありそうで的を得てる気がしてきたよ。そうだから緩めにしてるんだよね。ちょっと要は幅が広がるように設計されてんの。いや具体的な指示っていうよりもアレンジが効くようにっていうニュアンス。そう配信者たち自分で企画やり慣れてるんで色つけられるようにっていう。あーダメだね浩司さんね。うん、ある北浩司さん芸人だよ思いっきり。もしよかったらある北郷さんのネタ見たかったら一個紹介するけど、ある北郷さんのネタ見たい人いる？喋ってるネタ5分ぐらいのネタあるけど面白いよ普通に。見る？この前2時間見ちゃったけど全然閲覧減らなかったよ。見る？あるさんピンのネタいいよ。ちょっと待って、じゃあやろうか。あるさんピンのネタ、うん、あそれ面白いね。オフィス来たのにね鬼退治だっつってね。どうしようかな。どれが面白かったかな、どれだっけ。ね、ちょっと待って、面白かった動画、ネタ。どれだったっけな。どれだったっけ、面白いの。どれだったっけ。俺が好きなやつ見るよ。どれだったっけ。どれだったっけ面白いの。ちょっと待ってね。
覚えてねえな。どれだっけ。これま、これ結構面白かったかな。これにしようか、じゃあ。いくよ。これもまあまあ面白かったんだよね。これは好きだったね、これ。デニード事件ね、これはあの役者のロバート・デ・ニーロ。ね。これ、武さん、ロバート・デ・ニーロ。ちょっと長いですよ、これ、皆さんね。長いんですけど、あのロバート・デ・ニーロがですね、あのまあ、いるじゃないですか。で、武さんってやっぱり映画監督ですから、もちろんそれは映画作ったら、やっぱりこうね、反響を知りたいというか、弟子の僕らにさえ、どうだった、面白かったか、ね、あの試写会行ったら、どうだ、面白いか、正直に言おうみたいなとこがやっぱあるんですよ。で、僕、もちろん俺は北の映画大好きですから、毎回褒めますよね、もちろん好きですから。で、ある日ね、何の映画の時だったっけな、あれ、キッズリターンじゃない、花火かな、花火ぐらいの時に、ちょうど僕が古本屋で、西荻の古本屋で、映画コーナーで雑誌見てたら、昔の雑誌に、クエンティン・タランティーノのインタビューが載ってたんですよ、ね、そのね、その雑誌の中のインタビューの内容が日本にね、あの PR で来た時のインタビューなんですよね。レザーバードックスかなんかで来てるんですよね。で、まあ来たんですけど、ね、その黒澤明とかの質問を受けるけど、溝口の質問とか受けるけど、誰も北野武について俺に聞かないなと。日本には北野武って優秀な監督がいるじゃないかと。俺は北野武の映画の大ファンなんだ。まあ有名な話なんですよね、タランティーノが武さんの映画のファンっていうのは。ね、誰も武さんにして、なんだ、武さんって日本で有名じゃないのかみたいな、こう言ってるのが残ってたんですよ。あ、これ殿に教えてあげようと思って、俺ある日、ね、そのタップやってる時に武さん言ったんですよ。殿、あの、この間ね、買った古本屋、まあ古本屋な、古本なんですけど、タランティーノがなんか武さんの映画のファンですよ、ファンってこと言ってましたよみたいな人と、おんみたいな、なんかおん、まあでも、たまにでも年下だしなみたいな、なんかいまいち響いてなかったんですよ。あ、そうなんだ、年上年下気にすんだと思って、それでまあ そんなことがあったんですよ。で、その後また2日ぐらいしたら、俺がテレビ見てて、今もやってないんだけど、テレビ東京でシネマ通信で番組があったんですよ。映画の情報の番組ね、毎週1回やってる。そこになんかどっかのヨーロッパの映画祭のレッドカーペットにアラン・ドロンが歩いてたんですよ。アラン・ドロンがそのシネマ通信のカメラを見て、日本人だから、そのね、カメラに向かってアラン・ドロンが、お、なんだお前日本人か、日本人だったらちょっと伝えてくれと、俺北野武と仕事がしたいんだよと、北野武ね、アポイント取りたいんだけど取れないんだよ、お前日本人だったら日本に帰ったら俺が会いたいって言っといてくれっていうのが映像で流れたんですよ。あ、これいいなと思って。でも殿に、殿、あの昨日なんか見てましたら、アラン・ドロンが武さんの映画に出たいみたいなこと言ってましたよ。殿がまた、はぁみたいな感じなんですよ。まあでもアラン・ドロンももう今な、落ち目だしなみたいなのが、うん、なんかこういまいち響いてないみたいな。ただ喜んでるのは間違いないなと思った。じゃあその2日後ぐらいに、武さんが、テレビの現場で収録してたら、楽屋で待ってたら、まあいろいろね、スタッフいるじゃないですか、いろんなね、まあマネージャーもいるしね、ディレクターも。したらそこでいきなり俺が付き人で立ってたら、いきなり北郷、アラン・ドロンが何だって要するにアラン・ドロンが俺のファンってことをみんな言えって言うわけですよ。だから俺はもう、あ、そうなんですよ、実は皆さんアラン・ドロンがってバーッと、トノがふーんって感じで、そっかそっかみたいな感じで、あ、やっぱ喜んでたんだと思って。そしたらそっからずっとたけしさんが会うたびに俺に、双子、世界のスターがなんか俺のこと褒めてねえかいや俺ホットラインねえし別にみたいな。で、俺ももうずっと聞かれるんですよ、もう会うたびに。1ヶ月続いたんですよ。もうとの言い方がそういうの、そろそろ褒めてんだろみたいな、いやそろそろってないでしょみたいな、まあとにかく誰か俺のなんかお前世界的なスターが褒めてんだろどっかでみたいな。で、その頃インターネットとか今ほどね発達してないから分かんないわけです。俺もあんまりたけしさんが言うから、俺もうしょうがないから、もうこう嘘ついちゃえと思ってもうね、一番いいのはやっぱデニードだなと思って、たけしさんそれデニードとか好きだからさ。との実はですね、なんか噂ですけど、ロバート・デ・ニーロがたけしさんの映画出たいって言ってますよ。何ってなったんですよ。何デニーロがみたいな。さすがにトノもデニーロにはちょっとうんみたいになったんですよ。うん、そうかそうかみたいな感じで。で、まあそれがあって、じゃトノが次の日から会う人会う人に、なんか北郷から聞いたんだけど、デニーロが俺の映画出なかったんだよなみたいな。で、やっぱ狭い業界だから、そのもう話がね、ブワーッと広がったんですよ。じゃその話がね、バーッと一周回って、オフィス来たののマネージャーに伝わって、俺呼び出されて、北郷あの話本当なの。ものすごい監督ね、監督たけしさん喜んでるけど大丈夫、あれ本当って。俺ももうここから嘘をつき通そうと思って、いやなんかネットで見たんですよねみたいな、なんかその頃そんなにネットがない、果たせないくせに、なんとなくファーッと、いやなんかネット臭いっすよみたいな、なんかしたら本当みたいな。で、まあいいや、たけしさん騙せばいいやと思って、もうしょうがないから。して、まあこれだって確認できないじゃないですか、これってね、デニーロに会うわけいかないんだろ、たけしさん、だからこれはまあバレないだろうと思って、まあいいだろうと思ったら、びっくりしたのは、たけしさんがやってた番組が、駒大数学科って番組だったんですよ。ね、あの数学の番組、深夜にやってたフジテレビの。その番組がエミー賞っていう番組でノミネートされて、ニューヨークの授賞式に出ることになったんですよ。まさかと思って、たけしさんがそれ急遽ニューヨークに行ったんですよ。したら、ね、そのニューヨークの模様が朝のワイドショーに出たんですよ。たけし、エミー賞に登場、
したら、客席にはロバート・デ・ニーロもって書いてあったんですよ。マジかこれ大丈夫かと思ったんです。まさかと思ってたけしさん帰ってきて、ね、ニューヨークエミー賞行って帰ってきて第一声俺に、おい北郷お前隣の席にデ・ニーロいたけどお前挨拶なかったぞお前本当かよお前やばいやばい、さすがにこれはやばいと思ったけど、もうここは俺ももう正直ごめんなさいって言おうと思ったけど、いや違うなと、ここはもう突き通すしかないと思っていや殿違いますよそれ、俺も結構そこが低いと思うんで、わざとなんかそれ殿間違ってますよみたいな感じで、いや違いますよと、デニーはあれじゃないですか、照れてたんじゃないですか、たけしさん見て照れてたんですよ、それしかないですよ。でも押し切ったら、でもねさすがにこの嘘は無理だと思ったんです俺、お前そんなわけねえだろって言おうと思って言うと思ったら、たけしさんがはっはーみたいな顔して、はーみたいな顔してものすごいガテンがいった顔して言ったのが、あいつも俺と一緒でシャイかって言ったそんなわけないっつうんだよ、デニーロは言ってないっつってYouTube 皆様見てる皆様言ってないよデニーロは本当に怒られちゃうって、これ未だにたけしさんにこの話を俺ね種明かしをしてないというか、ね、あのさっきのこの金言集に書いてんだけど、そこだけたけしさんに読まれないようにしてた、怒られそうだからっていう、まあまあこういうネタ、俺がね好きなネタがないんだよね。あのね、あのモネのやつが、モネのやつどれだっけな、どれだっけ、なんか面白いよね。どれだっけ、モネの話、ピカソとか旅行の話だったっけな、これかな、あこれだこれだ、思い出のニューヨークね、うん、あれこれはねたけしさんとね12年ぐらい前に全くのプライベートでニューヨークに行ったんですよ、うん、僕とたけしさんとあと弟子、4名ぐらいですね、そう、あと何人かこうスタッフとかね、まあ、知り合いとかで、まあ、行ったんですけど、まあ、プライベートなんですよ行って、それでね、まあ、プライベートで楽しかったんですよもちろんね、だそれはいいんですけど、でニューヨークでじゃあ観光しようってことになりまして、たけしさんがね、じゃあたけし絵描くからね、都の絵描くからじゃああそこ行こうぜ、近代美術館モマ行こうってことで見に行ったんですよ。でまあね、もうまあもちろんね、まあ、皆さんが知ってると思うんですけど、ピカソとかねモネとかね、もう教科書で見たことあるような、ね、全然無知な私でも見たことあるようなもう有名な画家の絵画がねもう飾られてるわけですよ。でやっぱね結構近くで見れるんですよ、だからすげえなと思って、わあでも俺もね全然ねアートとか詳しくないけど、あいいなと、これすごいな、迫力あるなと思って見てたらね、やっぱたけしさん負けず嫌いですからうちの師匠ね、で自分も絵描くでしょ、なんかブツブツ言ってんですよ、何言ってるのかなと思ったら、ピカソもあれだな、意外と大したことねえな、おっさすがたけし、ピカソにも毒づくかと、うわーとそっからねずっとね、ねこうなんかね、モマってね近代美術館で階段上がっていくんです、どんどんねこう階を上がっていくんですよ。でね、まあ、ピカソの階ってね、まず、あ、文句つけて、でモネの階ってもね、なんだこれ下手くそだなおい、すげえなと、さすがたけし怖いもの知らずこれでねずっと言ってるんですよ。でね本当は俺ね、日本だったらね、まあ、東京だったらいつもね横にいて容赦するんですよ、あもうそうですよ殿、殿が一番ですよとね、私それ食ってますから、ね、だけどやっぱさすがに俺もちょっとニューヨークでなんかね、そのねピカソの絵をね前にして殿がね言ったにせよ、なんかいやもうピカソより殿がうまいですよっていうのはちょっと恥ずかしいなと、うん、ちょっとこれバカンスで来てるんだしもう嫌だなと思って聞こえないふりしてたんですよ、そこはもうしょうがないじゃないですか。とか言うわけですよ。そしたらですね、一緒に行った弟子の後輩で菊池くんって子がいたんですよね。彼はですね、どういう子かっていうと、竹内くんの始まって以来のおバカさんって言われた子なんですよ。どのくらいおバカかなってこう説明すると、そうですね、たけしさんがね、車で車庫入れするときに菊池くんが手伝って、オーライオーライストップでやらなきゃいけないところを、菊池くんはオーライオーライオーライあーって聞かれちゃった子なんですよ。なんで君オーライオーライオーライって最後に言ったのって言ったら、いや、北郷さん、ストップって単語が出なかったんですよってすごいでしょ、よもやのストップ忘れっていうねそんな子なんですよ、もうすごいなんかね、まあ真面目ないい子なんですよ、ただちょっと足りないかなっていうね、まあちょっとおバカさんかなっていうね、いつも口開いてる子なんですけどだって口開いてて虫が入って一回出てって、虫が中で一周回って出たんだからで何かありましたって言ったんだから、すごい、まあ、そんな子なんだけど、いいんだけど、その菊池君がね、たけしさん近くにいたわけですよ、たけしさんがね言うわけですよ、なんだこれ大したことねえなピカソもっつったらね、菊池君が言うわけですよ、はい、殿の方がうまいです、殿の絵の方が迫力あります、俺こんなベタな容赦ないじゃないですか、だってたけしさんってものすごい疑い深いというかね、大体何言われても嘘つけお前みたいな人なんですよ。
だからそんなね、そんなね、バレバレの用意書したらね、たけしさん言うと思ったんですよ。もう菊池待てよと。お前ニューヨーク来たからって、お前そんな用意書やめろよと。俺言うと思ったの。したらね、菊池くんがね、殿の名前ですって言ったらね、殿がね、菊池みたいな顔して、はぁ、菊池みたいな、なんか分かってるなみたいな。でね、はぁーって ものすごいなんか感銘受けてるんですよ、菊池に。そこで、マジかと思って、殿がその後に、菊池くんに言ったのが、菊池って顔して言ったのが、菊池、次の映画に出てみる。彼あれ、用意書してね、次の映画どうです出てましたよ、いい役で。北の映画意外とちょろいっていうね。俺それ見て思いましたね。俺も用意書しときゃよかったと。それから殿がね、菊池は根がいいやつだとかね。あいつな、バカに見えてバカじゃないぞとかね。バカに見えてバカだろみたいな。そんなことがありました。これがね、思い出のニューヨーク、ね、いいでしょ、思い出のニューヨークね。これ俺が一番好きなやつ、北高さんのネタで一番好きなのが菊池とその殿の、これ面白いでしょ。これいいよね、笑うよね。まあまあこういうネタをやってる人です。要はあのたけしさんのネタみたいな、うん、そう、たけしさんのエピソードを面白おかしく語るっていうネタをやってる、あのたけし軍団をネタにするっていう。そう、いや面白い、笑ったわ。見たい、まだまだ見たい、みんな。もう見たかったら別のやつも流すけど、一番面白いのは菊池くんかな、俺の中では。まだまだあるよ。っていうか、あの弾丸塾のチャンネルあるじゃん。ちょっと待って、いや北子さん、あのネタいっぱいあるよ、こういうの見たい？あ、いいよ。っていうか、あの宣伝なんだけど、あの弾丸塾ってあるじゃん、これ、あの北郷さんのチャンネルなんだけど、これここの動画っていうのをクリックするといっぱいあるよ、ネタ。だから普通に YouTube で5分の動画見れるよ。どれが見たい、みんな、どれが見たい、どれが見たいのかな。いっぱいあるけど、ネタどれがいいの？どれが好み？うん。まあ俺菊池くんが大好きだけど、高倉健ってどんなネタだったっけな。高倉健見てみる。月人裏話、どれだろう？月人裏話。これか。これ見てみようか。ちょっと待ってね。うん。これ見てみる。オッケーオッケー。はい、じゃあ見よう。まあまあ北郷さんはお笑い芸人だよ、普通にバリバリのプロのお笑い芸人だよ。広島の夜、いいですね。これあれですよね、あの座頭市、映画座頭市撮影が広島だったんですよ。広島のそういう時代劇のセットがあるところでたけしさんは収録してて、でたけしさんの映画のスケジュールっていうのは1週間映画で、1週間またテレビで、また1週間映画っていうね、で月2週間映画にこうね順番でやるっていう。で広島もこう泊まりで行ってたんですよ、たけしさんとね。で僕付き人ついてたんで、座頭市で広島行って、で、まあ、ずっと広島の駅前のホテルに泊まって、で、朝そっからバスに乗って、その、スタジオで時代劇のセットがあるところまで、まあ、20分ぐらい車で移動して、でまた夕方戻ってきてみたいな感じの繰り返しなんですよ。でナイト撮影がない時はもう4時5時に終わっちゃうんですよ。なんでホテルに帰ってきて、たけしさんお風呂に入ったら、まあ、軽く食事をしたら、その後7時からだいたい夜の11時ぐらいまで晩酌するんですよ。でそこに晩酌するのに付き人の俺が、私があの付き合って、要するに2人きりなんですよ。2人きりでお酒を飲む日々が1週間続いたんですよね。でまあ、基本的にそんなに2人きりなんで、まあ、テレビ見て酒飲んでるだけなんで、ただたけしさんはそういう時優しいから、お前好きなもの飲めよみたいな。たけしさんは自分で持ってきたワインを飲んでて、まあそんな感じだった。それでまあ食べて飲んで、でまあ大体10時とか10時半ぐらいに、じゃあまあ明日も早いから帰るわみたいな感じで終わるんですけど、その日はそうですね、大体いつも10時半ぐらいに終わって予定が、なんかちょっとやっぱ機嫌が良かったのと、なんか映画もうまくいってたんで、ちょっといつもより深なんか長かったんです。12時半ぐらいまで飲んで、でまあもういいかみたいな感じで、じゃあ帰るか、じゃあ俺はたけしさん隣の部屋に泊まってたから、じゃあ僕は片付けて帰りますって言ったら、殿がなんかでも腹減ったなってなったんですよ。あでもそっか、もう12時だから腹減ったかなと思って、で俺がなんかね、ラーメンかなんか作りますかって言ったら、やっぱやめとくわみたいな、なんかでも来たほかねえかなっつって、しょうがないから俺なんか探したら柿の種があったんですよ。
で柿の種のピーナッツの多いやつがあったんですよ。で、たけさん、あのこれどうですかって言ったら、おこれでいいやつってバリバリ食い出したんですよ。どう考えてもそれカロリーがラーメンより高いんですよね。大丈夫かみたいな、2袋くらい食ってんですよ。うめえなうめえなっつって、で結局それ食って、まあ、ちょっと食いすぎたなみたいになって、で、まあ、1時ぐらいにじゃあもう寝るわみたいな感じで別れて、で俺は片付けて、で、まあ、竹内さんは寝て、で俺も自分の部屋に寝て、でやっと寝れるなと思ってました。もう早いかなと思ってファンファンファンって寝てたら、2時ぐらいに竹内さんの枕元に俺の部屋の電話番号置いてあるから何かあったらかけてくださいってやるわけよ。で寝てたらね、なるわけですよ。まあ、こんなのこの時間になるところは竹内さんしかいないから、あなんだと思ってガッタって言ったら、おいなんか腹減ったな、まだお腹空いてんの続いてんのみたいな、ピーナッツ食ったじゃんみたいになったけど、わかりましたっつって俺も部屋行って、で持ち込みでラオウ、たけさんラオウ好きなんですよ、ラオウ醤油と味噌があって、でどうしますっつったら、うん、そうだな、とりあえず醤油と味噌と、もう一個なんだ、なんかね、もう一個違うメーカーがあったんですよ、とりあえずそれも作るんですよ、3つ作るって言うんですよ。マジかと。で、まあまあしょうがない、作れるか、作りましたよ。そしたら、そしたら殿が、じゃあ俺醤油もらうわみたいな、お前2つ食え、俺2つみたいな、まあいいか、まあ、しゃあねえかみたいな感じで、竹谷さんってでもちょっと食ったら飽きちゃうから、半分食ったらもういいやみたいな、来たらお前食えやみたいな、みたいな、でまあ食べて、で、じゃあお前も悪かったな、で寝るわみたいな感じで、あよかったファーなんて寝て、でまあ朝起きて、で、ね、朝俺が起きて竹谷さん起こしに行くわけですよ。竹谷さん、あの時間になりましたよと。でそうするといつもは朝食をバイキングで俺がセットして竹谷さんの部屋に持っていく、それを食べる。だから俺もその日も竹谷さん起こした後に、朝食どうしますかって言ったら、竹谷さんが、あ昨日ちょっとラオウ食ったらやっぱいいわ、胃がもたれてるからいいわみたいな、あそりゃそうだ、ラオウの前にピーナッツも食ってるしだなと思ってさ、あそりゃいくらなんでもいいだなと思って、でまあそんな感じ で、お前食べていいよみたいな、たけさんってそういう優しいから、でも俺ももうラーメン 2つ 2.5 食ってるからね俺ね。でもまあたけさんが食べろって言ったら食べるしかないから、しょうがないから、じゃあ食べま、あじゃあいただきますと俺バイキング食べたんですよ、無理して。でわ食った、あいや今日俺この後月見と眠くなっちゃうなみたいなのありながら、で殿がそれ見てたんですよ。そしたらなんかやっぱ人が食ってんの見てたらやっぱなんかお腹空いてきたんでしょうね、なんかうーんみたいな感じだったんですよ。これなんか言うなと思ったの。そしたらたけさんが、んとりあえずじゃあ顔洗ってあれだわ、あの歯磨いて着替えするよみたいな感じで洗面所行こうとしたんですよ。したら洗面所行こうとしたら、こっち側に窓があって、こうね、その窓の、広島の駅前のホテルだったから、窓の外に駅前のマクドナルドが見えるんですよ。でたけしさんがおっってなったんですよ。わこれなんか言うぞと思ったら、おいマクドナルドって朝もやってんのか。あやってますな、何なんだよみたいな感じで、いやちょっとまあなんすかね、まあなんか朝食なんじゃないですかみたいな感じで、したらほんって言って一回あの、ね、水面上、顔を洗うところに消えたんですよ。だからやっぱマックが気になったんでしょうね。戻ってきてすぐに、おい来たごよ、あっち行ってよお前よ、魚の挟んで使ってこいよお前フレオフィッシュのことなんですよね。だからね、だから若い時なんかフレオフィッシュ食ったみたいなのね。だから分かりました、俺も面白かった、魚の挟んだやつはいっつって買ってきて、そしたら魚の挟んだやつもあんなのあんまうまくねえな感じだから、もうその後でもね、広島で魚の挟んだやつ6個ぐらい食ってましたよ、うん魚の挟んだやつってのがいいよね、昔の人だなっていうね、うん、あれこういう方もあったらね、魚の揚げたやつっていうのがあったからねまあ、あのね、こういう感じです。あの弾丸塾でチャンネル登録したらこれ全部見れるから、あのもしよかったらチャンネル登録してさ、あのください、ぜひ歩きた郷さんのチャンネル見るとここにブワーってあるから、好きなの見て、弾丸塾だけじゃないから、うん、あ、義太夫さんとかもゲストで出てるよ、うん、そう、面白いでしょ、うん、あだからライブでワンマン埋めてるよね、うん、この前ライブ招待していただいて見学させていただいたんだけど満席だったよ、うん、スタンディングだったけど。なんで今みんな弾丸塾って言ってるんですか。いやこの前番組があったんですよ、何日前だろうね、うん、でまあ賛否両論というか主にピですね。なんか全然面白くなかったって言われてる。俺結構面白かったと思ってんだけど、あんま受けてないんだよね、うん、そう。あーバーガーたくさんありがとうね、バーガーたくさんありがとう、アイテムありがとう、ごめんね、やっぱネタの途中でアイテムありがとうって言うとネタがね、アルさんのせっかくのネタが伝わらなくなっちゃうからちょっと黙ってました。丸見えさんたくさんありがとう、ありがとうございます。まあだからまあ売れるっつうのはさ、やっぱり面白いから売れるわけじゃないから、喋りがうまいから売れるわけじゃないじゃん、うん、
まあ振りとか落ちとかいろいろあるんでしょ。俺はね、なんかね、北郷さんが殿に嘘ついたりするのがすげえ好きなの。すげえ嘘つくの、怒られたくないから。だからね、面白いよ。結構えぐい嘘をつくのね。さっきのデニーロの下りみたいな感じで。でもなんとか乗り切るの、北郷さんって。そう、なんつうの、殿に気に入られるのがすごい上手くて。そう、だから付き人一番長いんだよね、もう。でちょっと自虐ネタでさ、僕はこのよいしょで食ってるんでとか言うの面白いよね。だと、あとはあれじゃん、やっぱりそのテレビ的にさ、殿のあの語るポジションは水道橋博士っていうのがあるんじゃないの。いや、あのね、今度ね、多分もしかしたらなんだけど、今度あの楽屋にご挨拶行けるかもしれないかな、うまくいったら。まあまあ、もちろんもちろん、喋りもいい、ネタもいい、あとはまあビジュアルも良くないとっていうのもあるよね、テレビ受けっていうのは。うん、キジは最終的に食べるんだ。のに話す食べる方が面白いかな。そうやね、あのね、俺ね、トノっていうかビートたけしってずっと言っちゃってたんだけど、ダンカンさんとか北郷さんとか、やっぱスタッフさんってトノって言うじゃん。だから映るんだよ。俺もそう言わないといけない空気になるっていうか、わかる？これ。俺が、なんつうの、どやってるわけじゃなくて、やっぱ飲み会の席でもトノとかさ、言うから、なんて言ったら、なんつうの、わかる？映っちゃう、どうしても。いいなあ、このまったりしてる時間最高だな。いいわ。スケジュールが入ってないっていいなあ。旅行行っちゃう今日。このまま旅行きてえわ。半蔵さん、いやありがとうございます。旅行きてえなあ、なんかどっかプラーっと。どっか行きてえなあ、捨て頃終わったし。手頃お疲れ温泉旅行とか行きたいよね。全然芸能人気取りじゃないですよ。僕芸能人じゃないんで、配信者なんで気取ってないですよ。どっか行くか。花火ありがとう、まったん。ちょっと待ってね、 Wi-Fi の延長料金払う。な、どれくらい、
いや別に怒られないけど、ありがとね、また花火。眠くないっすね、カプリさん。そう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 、純粋に自枠だけをやっていい時間だからすげえいいなーっていうか幸せだなーっていう、もうなんかこう今ほんと幸せな気分だよ、ほんと幸せな気分。そうそうそう、あ順調なのかな、どうなんだろう、そうそう、なんか帰ってきたなーっていう感じ。やっぱもう本当にバッタバタだったのよ。シルバーのこともストップさせていただいてたし、今シルバーやれる状況じゃないと思って、捨て頃のプレッシャーと弾丸塾と、あとね生活保護完全マニュアルもねストップさせてもらってたから、小川さんに連絡しないとな、ごめんなさい一旦落ち着きましたって。幸せだな。マジっすか？え、後輩ってどういうことっすか？ミントンさん、本当ですか？ええー、ありがとうございます。マジっすか？もうすいません、自分みたいななんか、二日者というか、クズ人間の枠に来ていただいてありがとうございます。何の後輩なんだろう。で、生活保護完全マニュアルもね、続けないとね。あ、学校が一緒だったんだ。すげー。え、こんなことになるって思ってなかったんじゃないですか。世界の来たのとか。へー。すごいな。なんで生活保護ガイド出てたの？え、生活保護ガイドって何？生活保護ガイドがちょっとわかんないな。
あ、そうだ、三脚も買わねえとぶっ壊しちゃったんだ、忘れてた。三脚がね。いや、入らないよ、俺。入れないよ、分かってるよ。俺がたけし軍団入る、芸能界入れるわけねえじゃん。配信者よ、配信者。大丈夫、分かってるから。自分のことは自分が一番よく分かってるよ。そこまでバカじゃねえよ。まだ会ったことはないです、僕は。まだ会ったことないですね。ないです、ないです。全然ですね。フライデー事件か。ちょっと待って、 Wi-Fi のレンタルするわ。俺ね、映像関係の勉強とかテレビ関係の勉強がしたくて、で、リスナーさんにたまたま、そういう人がいて、まあ、蓋開けたらね、結構いるんだけど、最近分かったことなんだけど、結構配信見てる方いるのよ。で、一回お茶しないかっていう話をいただいて、で、まあ、映像関係興味あるんですってアピったら、あ、配信のことも教えてくださいって言って、こう、なんかこう、情報交換というか、まあ、俺は勉強させていただいて、で、運営さんは、運営さんの社長さん、代表さんなんだけど、こういうことで、こういうことでって言って、こう、意見交換をしていく中で、で、まあ、ダンカンさんと、こうね、仕事が決まったっていうことで、こういう番組作ろうかな、なんて思ってるっていう、その、企画ができてない段階で、配信者使ってくださいって言って、自分が出たかったから、っていう流れの中でそれが決まって、やったー出れると思って、僕もエントリーしますって言ったら、いやスタッフさんでっていう流れですね。えんなさん、いやスタッフさんで、スタッフで入ってもらいたいというか、番組には出れませんよと。 はい、そんな感じ。そういう流れですね。お、T シャツが売れました。ありがとうございます。
気遣ってんの、ちょっと見たい見たい見たい、気遣ってる、マジか、ひな、いいね、いおりさん報告ありがとうね、これは見たい見たい見たい、記事買ってる今、キャスかな、キャスでやってんのかな、うん、うん、どこだろう、記事買ってる、現在オフライン、現在オフライン、オフライン、なんで、オフラインなんだけど、なんでオフラインの、キャス？オフライン、あ、来た、どこで買ってんだろう、買ってる買ってる、電波が悪いんだねこれ、はいはい、いい感じだね、いい感じだね、電波が悪いんだ、もったいないね、うん、超もったいねえな、今 T シャツ、待って、ちょっと入金、要は延長 Wi-Fi の延長料金払うわ、銀行が、ちょっと待って、今ね Wi-Fi 止まってるからさ、不安定か、もったいないね、動画のハイライトなんだけどね、もったいないね、まあまあ大丈夫でしょう、何これ、どういうこと、よくわかんないな、なんでエラーが出るんだろう、待ってね。
振り込みができない。なんだこれ。何これ、おかしいな、なんだこれ。なんだこれ、どうすればいいんだろう。ちょっと待って、振り込みができない。これ、あ、これか。これ最新がどれかわかんねえな。これか。いや、民放とか出る気ないよ、俺配信者だから。なんか、テレビ業界の人に聞いたんだけど、ピンク系の犯罪と人殺しとかの犯罪以外はギリギリ OK らしい。ピンクは絶対ダメだから、ゆいださんダメなのかな。記事2話買ったの保険かけんのなんで2話なんだろう、すげえな。ありがとう、花火2発ありがとう、ワードタンです、ありがとうございます。おまけいるのそれおまけありがとうございます。おはよう、おい、いつもありがとうね、ありがとう、おはよう。まあまあ、でも出づらいよね、やっぱり使いづらいよね、で、もともと芸能人で前科がついた場合は出やすいみたい。まあ、ど素人、無名のど素人、前科者使わないでしょ。使いで買ったんだ。手乗りか。ネットはね、ゆるゆる。ネットは全然 OK。ああ、なるほどね。そういう手があるか。その手もあるか。逮捕。こらこら。極楽とんぼ山本さんも相当時間かかったからね。復活するのにね。そりゃそうだよな。繁殖するにはおすすめさ。ああ、もうそういう業者だと思われたんだ。はいはいはい。1はいくらだったの？繁殖させるってどういうことだよね。繁殖する気はないでしょ。でもいいじゃん、弾丸塾進んでるじゃん、いいね。ちょっと待って、メールアドレス変更しようか。3500円、あ、意外と安いんだ。へえ、3500円で記事が手に入るってなかなか面白い情報だよね。あ、そうなんだ。知らなかったな。
覚醒剤系のタレントの、まあまあマーシーとか全然ね、1回目は出てたからね。あと、あ、どうなんだろう、やっぱまあ前科者は難しいんじゃないかな。うん、俺テレビの人じゃないからわかんねえな。どうなんだろうね。うん、あ、いいじゃん、北郷さんと段階1話ずつプレゼント、考えてるね。ダンカンさん普通に育てそうだよね。無茶ぶりを返すんだ。無茶ぶり返しいいじゃん。うん、アベマ TV、 アベマテレビよりギャラ高い。あのね、すごいよアベマは。あの本気で仕掛けてるよ。ギャラめちゃめちゃいいらしいよ。だから制作会社を取りに行ってるね、優秀な制作会社を。だから1億円番組とかやりまくってるじゃん。金払いめちゃめちゃいいよ。なんでネットの方がいいんだろうね。テレビの方が、あ、はい、時代だな。東京黎明協会、食べ物だけで、病気を治るんだ。お、なるほど。あ、手をかざす除霊とは、心と体を健康にする。除霊は、1930年代に岡田正吉がはじめ、以後多くの人によって実践された方法。ほう、素晴らしい。はい、心と体を整える働き、条例。よくある質問。時間はどれくらいかかりますか？15分から20分ぐらい。条例を受けるのにお金はかかるのでしょうか？はい、金額は決まってませんが、条例をいただく前にお気持ちとして神様に、神様にあげるの？神様にお金をあげると。神様にあげる。条例か。予約は必要ですか？必要ありません。東中野で朝9時から夜8時の間、いらした方から順番に条例が受けられます。条例受けに行く？条例受けに行く？条例受けに行く？東中野が近いよ。ひらがなで条例はひらがなだね。手をかざすだけみたいだね。なんかね、お金は神様に捧げるんだって。これは俺のコレクションに、ありがとうございます。新興宗教コレクションの棚に入ります。これは、あ、いいの手に入ったな。いいな、嬉しいな。最高だよねこういうの。いや、宝物がまた一つ増えたな。宝物増えちゃったよ。ネタになるんじゃなくて、俺あの新興宗教とかのパンフレットとか集めてるから、うん、大好きなんだよね。いや、香ばしいね。また一つ知ったね。なんつったっけな。まあ、後でファイリングしよう。あるあるある。だからあれだよ。全部あるよ。あの、オウム真理教から何から。あの、あれもあるよ。あの、なんだっけ。あの、降臨芸。
なんだっけ、恒例だっけ、幸福の科学とかさ、サイエントロジーもあるからね、うん、コレクターコレクター、うん、新興宗教パンフレットコレクター。世界神道教持ってますか？持ってないですね。もしあったら送ってください。皆さん新興宗教の、新興宗教のあのやつがあったら僕全然欲しいんでお願いします。わかんない、わかんない、わかんない、全然紹介して、全然知らない、全然じゃんじゃん、じゃんじゃん行こうぜ。どうしようかな、ちょっと待ってね、あの今 T シャツ売れたから T シャツの仕事する。Tシャツあと何枚だろうな。Tシャツみんな買ってね。Tシャツ買って。あと何枚か在庫確認するけど。みんな買ってね。サイズも残り少なくなってくるからね、どんどん。よいしょ。愛知県か、遠いな。結構売れ残ってるね。バンガンバカ野郎。似てないね。うん。あ、でもね、ダンカンさんね、あのダンカンさん、俺結構あのいい質問したと思ってんだけど、みんなダンカンさんがなんで阪神のファンか知ってる？気になるじゃん。なんでかっていうと、ダンカンさん関東の人じゃん。で、俺それ絶対質問して聞こうと思ってたんだよ。関東の人なのになんで阪神タイガースファンなんだろうって気にならない？シルバーについて全然いいよ、聞いていいよ、うん、シルバー925でメッキは使わないですね。考えにくい。なんでかっていうと、シルバー925、まあ、純銀って言われてるのはシルバー1000って意味なのね。要は 100% って意味なの。で、シルバー925っていうのは 92.5% 使われてるってこと。要はスターリングシルバーって言われてる。もう925が定番なんだけど、まあ、あとは定番、もう一つあるのが、95% 950っていうのがあるの。まあ、日本で出回ってるシルバー多分925か950なのね。で、じゃあ925の中の他のパーセントは何が入ってるか、銅とか他の材質は入ってるの。で、なんでその他の材質入れてるかっていうと、まあ、輝きであったり硬度で、綺麗さであったり硬さであったりっていう問題。シルバー柔らかいから。
まあ、シルバー925が定番なんだけど、その中でなんでメッキを使わないかっていうと、シルバーってまず原価が安いんですよ。 OK、 シルバーは原価が安いで、他にシルバーよりもあの素材として原価が安いのってアルミであったり、なんだ、真鍮とか銅とかなんだけど、アルミだと軽すぎるじゃん。だからまずメッキをかけてもバレるっていうところね。で、安いって言っても原価が、シルバーの原価大したことないのよ。だから銅とかで作るよりも、あの真鍮で作るのとかあんまり意味がないの。だからシルバーでメッキってやろうと思えばできるんだけど、シルバー自体の値段が安いから、メッキでやっても手間が一緒だから、やってもあんまり意味がないと思ってる。OK。だから、あの、メッキ加工とかもできるんだけど、シルバーの上にメッキをする加工っていうのはあるよ。もちろん。ごめんね、質問の意図があれだったら。でも、偽物、パチモンとして、なんかの素材にシルバーのメッキ加工するっていうのは、手間が二度手間だから絶対やらない。で、シルバーの中に今流行ってるのが、普通の925シルバーの中にピンクシルバーとかゴールドシルバーとかいろんなその輝きを変えるシルバーっていうの種類はある、うん、シルバーも3種類ぐらいあるのね。ちょっと色合いが違う、くすん、あのピンクっぽかったり。ピンクシルバーは女性にすごく人気なんだけど、でそのシルバーの上に輝きを増すためにあのメッキ加工っていうのはやる。材質はシルバーなんだけど別の金属を加工することによって、それは値段が少し高い、うん、そんな感じです。100だと柔らかすぎる、うん、だからスターリングシルバーって言われてるのが925はもう定番だと思ってください。もう黄金バランスって言われてるシルバー。だからね、シルバーに加工とかそういう風に言われたら少し値段が上がるはず。うん。捨て頃見なかったワドンさん勝ったのですが負けました。ごめんなさい。うん。すいません。どうもすいません。太郎さん終わった？お疲れ様です。便所太郎さん、うん、そうだね。スターリングシルバーよりもメッキ加工した方が一手間かかるから高くなるっていう風に、まあ普通の場合ね。だけどちゃちゃね、これがシルバーの面白いところなんだけど、シルバーって原価が安いから、ぶっちゃけこれの原価っていうグラムで測ったら、何グラムだろう、まあ20とか30グラムとか100グラム、まあ100グラムにしようか。で、シルバーの原価見てみようか。シルバー、ちょっとシルバーっていうか、まあ銀の値段、銀ってグラムいくらかっていうと、銀って今ねグラム 65.12 だから、10グラム使ったら600円、100グラム使ったら6500円の世界の、まあ20グラムでもさ大したことないわけよ。もうこれ自体に価値がほとんどないわけ。だからデザイン料とかキャスト料とか磨き料とかの値段合ってないようなもんなの。だから簡単に言うと、銀自体の重さで言ったら価値なんてものはほとんどないの。そうじゃなくて、作り手さんが誰々とか、インディアンだとか、あとクロムハーツっていう、そう、すごいデザイナーが作ったから10万、20万とかついてるから、それもね、デザインなのか人気なのかっていう、もう合ってないようなもんなの。デザインありきだから、メッキの方が高いっていうわけでもないんだよね。例えばメッキ加工してないさ、クロムハーツの同じぐらいの重さで言っても10万20万とかするわけじゃん。下手したら100万のクロムとかもあるわけだから。だからね、値段は合ってないようなもんだと思って。価値は誰が作ったのかっていう世界の。どのメーカー、どのブランド、どのデザイナーが作ったかっていう世界、シルバーは。で、原価は合ってないようなもの。
メッキ加工がなんで高くなるのかっていうのは手間がかかるからっていう工賃だけなのね。うん、デザイン料がほとんどだね。そう、全然。ただクロムハーツ、例えばね、なんて言ったらいいかな、これってみんなが見慣れたシルバーだと思うの。だけどこの黒い部分ってあるでしょ、中のこの黒い部分っていう、実はもっとピッカピカの白銀っていうのが白っぽい銀なのよ。そう、精製されたこれでも、で実はこれ黒く塗ってるの。塗ってるっていうと変だけど、その薬剤を使って黒い部分と濃淡を出してるだけなの。だから簡単に言うとね、もっとのっぺりしてるんだよシルバーリングって。それを凹凸とか影を演出するために塗るの。薬剤を塗ったりとかして加工していくの。だからわざとこれくすませてる色の、これ自体は。スターリングっていうのは素材じゃなくて、スターリングさんっていう人がその配合を考えた人だったかな、確か。だから人の名前だったと思う。要はシルバー925っていうバランスを作った人だったっていう認識だけど、スターリングは素材のことじゃないですね。スターリングシルバーっていうのは確かスターリング伯爵みたいなのじゃないの、わかんないけど確か人の名前だった、金が50本出てきた。延べ棒だとね、確かね、どれくらいかな、金の延べ棒だと日本で売ってるのだといくら、どれくらいだったっけな、 12.5 だ。小ぶりな方の延べ棒ん、もしもし、はいはい、お久しぶりです。はい、弾丸塾出たんですか？出てないですね。なんか映ってましたよ。あ、そうですか。はい。して頃はどうでした？して頃負けましたね。なんで負けたんですか？弱かったからですね。練習してたんじゃないですか？してましたよ。なんで負けるんですか？弱かったからじゃないですか？ステゴロってキックボクシングなんですか？いや、ルール別にいろいろありますよ。弾丸塾に出てる配信者の人っていうのはネタでやってるんですか、あれは？どうなんですかね、本人に聞いたらいいんじゃないですか。和道さん友達やん。はい、和道さんと僕は友達ですやん。違いますね。なんでな。友達じゃないの？はい。じゃあ何？いや、別に何でもないですけど、あなたとは。また東京行った時お会いしましょう。では失礼します。はいはい。ありがとう、風船ありがとう、アイテムありがとうね。皆さんアイテムでじゃんじゃん応援してください。誰やねん、誰なんだろうね。僕は電話一つ、家で配信してる時は全然 OK なんで、お会いしましょう。まあリア凸ね、まあまあ
ステッカーとか買いに来るんだったら全然。うん、金の延べ棒初めて見たので親族一同。田中貴金属ですか、どこですか。田中貴金属ですか。どこですか。うん、売って課金するのが一番いいんじゃない。まあ金は今高いから、金グラムいくらだったっけな今。まあ金を財産、金で保有してもいいし、金は価格今いいよ。むしろずっと上がり続けてるから。今日の金、あ、ちょっと下がってるんだ金。金がね、金が相場、ちょっと待ってね、金の相場、田中貴金属行こう。ちょっと待って、15キロ、ちょっと待ってね、金の相場調べてあげる。あ、今下がってるね。今日が4858円な。 1g 4858円で、延べ棒が何本出てきたって。三菱のマークが出てきた。三菱か、マテリアルの方ですね。ちょっと待ってね、12.5g の延べ棒が50本ね。計算しようか。はい、ヒトラさんおはよう。ちょっと待って、田中貴金属で、ちょっと待ってね、 12.5 キロだから、125、これでいいのかな、これで合ってる、グラム数、グラム数これで合ってるよね。 12.5 だから、グラムでしょ、かける4858円でしょ。1本、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、あれ、この計算間違ってる、合ってる、12.5 だからこれで合ってるよね、グラム数合ってるよね。かける 12.5 かけるグラムあたりが4858は1本600万か。え、合ってない？え？ 1 グラムっていくら？ 12.5 グラムじゃないからこれで、あ、違う、1個桁間違えた。合ってるよね、これで合ってる？グラム数これだよね、合ってるよね、大丈夫で、かける、4858は1本あたり1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、え、1グラム、1キロって、え、グラムが分かんないんだけど。10、これだ、こっち？こっち？グラムってなんだっけ？キロとグラムの変換ができないんだけど、1キロって1000グラムじゃないの？ 1 キロって1000グラムじゃないの？12.5 キログラムってことはかけるグラムの線じゃないの、これで合ってないの、え、合ってないの、これ合ってるよね、え、これバカかな、合ってるよね、かける1グラムあたり4858、は1、10、100、1000万、10万、100万、1000、6000万ぐらいでしょ、かける5000、50本かは1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10億、
30億円か。30億円ですね。30億円です。はい。おめでとうございます。すごいね。うん。すいません。うん。おめでとう。眠ってたんだね。はい、こんにちは。はいはい。こっちか。三菱マテリアルゴールドパーク。ゴールドパートナー。純金どれなんだろう。ゴールドパートナー。金の商品見たいね。どれなんだろう。インゴット。これかな。1キロいくら。1,000万、10万、100万。ああ、1キロで500万ぐらいだから、まあそれくらいするか。1個 12.5 キロのインゴットってどれなんだろう。インゴット 12.5 ってどれだろうね。見てみたいな。インゴットの商品見たいんだけど。インゴットどれだろう。ゴールドパートナー。インゴットこれだ。これだ。30億。あれ、インゴットなくない？インゴット。これだ。これだ。これの 12.5。はあ。すげえな。一番でかいやつだ。普通のあのあれだ。これだ。これだ。うん。いや、30億でしょ。揉めに揉めるだろうね。揉めに揉めるだろうね。100グラムでも相当高いからね。普通に数百万。100グラムで。あ、40、100グラムで。まあ40万50万ぐらいか。48万ぐらいか今。あのこういうねバーみたいな。重いよね金は。金は重い。うん、30億か。金の相場は上下しますよ。今はまあ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 しますね。別に金で持っておくっていうのも手じゃない。バガーありがとう。丸見えさんごめんね、さっきはあのお礼言えなくて。ありがとね、丸見えさん。グラム1000円切ってたんだ。すごいね。じゃあ、1000円切ってたと5倍ぐらいになってるから、昔は30億だから、6億ぐらいだったんだ。6億ぐらいの資産が、たまたま時代で跳ね上がったんだね。すごいね。バカラッシュありがとう。あー、いやいや、いい、あのね、そこはもう相場だから、要は、そういう下手なこと言えない。金で持っておくのがいいのかっていう。だから、さっき言った、まあ、90年代はグラム1000円切ってたわけですよ。今5倍になってるわけ。だから、90年代に買ってたら6億で買ってたはずの。で、今30億の。うん。でも、下がる可能性も、まあ、下がらないって言われてるけど、俺らは相場師じゃないから、そういう下手なこと言えないよ。うん。だし、まあ、まあ、30億現金で持ってても意味ないから、まあ、金で分けても別にそれも資産だから。多分そうだろうね。相当昔に買って財産になって跳ね上がったんだろうね。うん、すごいね。素晴らしい。よかったね。
まあ、あの金は限りがあるって言われてるから、埋蔵量が取るのが難しいわけじゃん。でプール1杯分しかないんだっけ、地球の中に埋蔵してるのって。そう、プール1杯分を分けてるわけ。でも金っていうのはその工業でも使うから、人口が増えてきたらっていう理論でどんどん上がっていってるっていう。まあだから、うん、金でもプラチナでも持っておいて、高くなると思っておけば持っておけばいいし、お金にして遊びたいっていうんだったら現金にすればいいし、まあ、現金にすると税務署に把握されるよ当たり前じゃん、超税金かかるから。あのまあ、あのこんなところでコメント書くような話じゃないよね。現金化した時点でとんでもない税金来るよ。だからあの弁護士さんとかに相談だね、ここよりも。それかもう多分隠し財産だと思うんだよね、昔の金で買ってだからその辺はあの弁護士さんなり自分で考えるなりしてください、うん、どうすんのか。もうとんでもなく揉めるね、大金だから、もう弁護士さん入れた方がいいと思うよ、うん、いや今現金持ってるわけじゃないからこの人は。ただ和道さん助けてて、おじいさん亡くなって金庫開けたら金が出てきたってどうしたらいいって、今お金持ってるわけじゃないんだから。そうそう、こんなところで発する話じゃないよ本当にねえ、びっくりするよね。貧乏だと思って普通の家庭だと思ってたらね、一気に億万長者だったって話だからね。まあおじいさんに感謝だね。宝が眠ってたんだよ。土地もあるんだ。え、弁護士入れてないの？もうそれね、あの弁護士なの税理士なのも担当がいるはずなんだよね。多分お父さん会社とかやってるはずだから、そんだけ資産持ちだったらもう担当の遺産の弁護士呼んで相続の話とかちゃんときれいにやった方がいいよ。家族バラバラになるよ、ちゃんとしないと。死ぬ前の整理って大事なんだよね。おい、ソルドアウトを作れ。まああの世まで持ってけないよ、人生だから。楽しまないと笑ったもん勝ちだよね。旗ありがとね。あ、そうなんだ、残念ですね。亡くなったばかりなんですね、うん、あ、金で取引してた会社もあったんだ、すごいね。うん、弁護士さんに電話して、うん、金出てきたって言った方がいいよ。うん、違う、遅くられてないよ。資産の一つだから金もかかるけど、要はジョージャクさんが言ったのはそれが隠し財産の可能性もあるから隠しちゃえばっつったの。現金化した時点で素人が下手にお金やって30億だわいってなんか買っちゃって税金ね後から来て困るよって。だから弁護士さんに相談したって、おちょくられ、そこまでバカじゃねえよ、勘弁してくれよ本当に。待って、郵送作業最優先。 T シャツをもう送るの遅いって言われてるから。おめでとうございます、我々の和道ブランド。風船ありがとう。和道ブランドの T シャツ、シワ付きのヴィンテージ T シャツね、ついに売れましたよ1個。よし、
僕のヴィンテージ T シャツ、ちょっと俺の部屋に置いといたから俺の匂いするかもしんないよね、臭いかもしんない。梱包とかしないからね一切。サイズはサイズ、サイズ OK。 振り込みゆうちょ銀行じゃない、楽天。うちは続々と売れてますね。ちょっと待って、ね、リスナーさん今見てると思うけど、こちらの方プレゼントじゃねえや、買ったのか、シワ入ってますからね。和道ブランドはこのね、シワが売りだから、シワくちゃな感じがわかるよ皆さん。普通のブランドは綺麗な状態で売るでしょ、もちろん新品ですね、綺麗な状態で売るから、シワがその僕の管理の仕方、これが和道ブランド。ちょっと、ああシワが入ってるな、いいな、おしゃれだなっていうね。はい、よろしく。嬉しいでしょう、このシワが一番いい。そう、あとね、あのうちワイルドが売りだから、あの綺麗に梱包とかはしませんのでね、はい、シワと匂いと、あとあのこれにね、レターパックに直接ぶっ込むんで、そういうのを楽しんでくださいね。和道ブランドなんでね。はい。和道ブランドいいね。あと、あの、畳も適当ですから。僕が適当に畳みますんでね。あと、ホコリとかついてたら僕の、あのね、ホコリなんで、それも大事に保管してください。あとね、間違ってね、俺が着てるやつ送って、ちょっと脇革の匂いがしたら、あ、和道さんが着てたやつだっていう、プレミアなんで、それ。新品の商品じゃなくて、僕が着てたやつ間違って送っちゃうこともあるんでね。それ当たりです。匂いがしたら、臭かったら。臭かったら大当たり。俺が着てたやつ間違って送っちゃったパティーンです。はい。これ、今詰めるから。うん、今、梱包作業だよ。うん。どうする、あのキスいる、 LINE で送って、キスいる、キスいるのいらないの、うん、キスいるのかいらないのかもう分かってるでしょ、あ私だって LINE で書いて、キスはいるのかいらないのか、どうすんだ、いるのいらないの、今だけだよ、もう入れちゃうよ、いるの、 LINE で送って、 LINE でキスくださいって、うん、いるの、あー遅いよ、見てないのかな放送、じゃあいっか、キスなしで、はい、はい、じゃあ詰めます、ちょっと待って、キスはいらない人なんだねこの人はね、よいしょ、じゃあ詰めますよ僕、よいしょ、見てない、見てない、忙しいのかな、畳むの下手だな俺、うん、よいしょ、畳み方わかんねえな、うん、よいしょ、キス欲しい、いやあなたが買ったわけじゃないでしょあなた買ってないでしょ、うん、よいしょ、入れます、うん、詰めてるよ、はい、詰めてるよ、いいだろう、詰めてる感じいいだろう、うん、パックに今詰めてるよほらこれさ、入ったこれ生で出てくるのいいだろう、だ梱包めんどくさいんだもん、入らねえな、めんどくせえまし、
よいしょ。はいはい、また来て。おい、昼終わりお疲れ。風船ありがとう。よし。あー、でかいな。まあいいか、シワぐらい。ありがとう、クール花火ありがとう、うんうん、ありがとうございます。そうだよ、こんな感じでもう開けたらダイレクト。これが和道ブランドだから。彼女いるよ俺、うん、最愛の彼女のりこがいる。のりことここまでやってきたんだよ俺は。どうすんだこれ、めんどくせえなおい。なんかめんどくせえなマジで。これ暑さがめんどくせえわ。ダメだ、一回出そう。雨で濡れたら最悪だもん。びっちゃびちゃだよ、びっちゃびちゃ、びっちゃびちゃに届くから新品の T シャツがびっちゃびちゃに届く、うん、いいだろう、うん、ノークレームノーリターンでね、洗えばなんとかなるから。今日いるよ、いるいる、後ろに寝てるよ。もうね、その質問すること自体無駄だから、いつも後ろに寝てるから。買うなつが、まあ売れてるからね、うん、買いたい人いるんだよ。こういう雑な感じがいいだろ。風船ありがとう、ゆきゆきさん、風船ありがとう。ていうかテルジャンピンってしばらく配信休むって本当？なんかテルがね配信休むって聞いたけど、どうしたんか、疲れたんかな。もううん、切った切った。買った途端にクーリングオフしてもいいならいらん、いえいえ、そういうのめんどくせえわ、うん、普通に来てくれる人に買ってもらいたいよ。めんどくせえ、クーリングオフとかいらない。配送は別として、捨て頃2のために作った。ワドの初グッズだね、初 T シャツだね。ステッカーがあるから、グッズ自体は。でも配信歴5年でやっと T シャツを販売できるようになったね。だからこうプレミアになるように頑張りたいよね。ああ、それ持ってんだみたいなね、いいなって。これあれだよ、定価24,800円だよ。定価24,800円、今だけ5000円で売ってるから、今だけ。次から24,800円取るからね、うん。え、 T シャツごめんなさい、あー、謝んないで謝んないで、うん、あい、あい、梱包完了。あー、ぴったりぴったり、ちょうどいい、ちょうどいい、いいね、ぴったりだ。よいしょ。で、これを折りたたむのか、こうか、うん、こういう感じ、こういう感じ、うん、こういう感じ、はい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 、分かってきた。わざわざいいんじゃない、いいんじゃない、うん、いいんじゃない。ほうほうほう。で、で今度ここを折ると、原価なんか、原価の話なんかしないよ。原価じゃないよ、定価ね。定価、これはあれだからね、5000円じゃないから、24,800円で売ってんの、うん、ありがとう、2枚お買い上げありがとうございます。2枚お買い上げありがとうございます。あざます、ありがとう。
変なキーホルダー、キーホルダーはなんで作ってないの俺。キーホルダーって何、キーホルダーなんか作ってないよね俺、うん、何それキーホルダーって、そんなんあったか。よっしゃ、ここで、うん、昨日楽しそうに飲んだね。楽しかったよ。うん。はい。じゃあこれ郵送していきます。郵送していきます。ちょっと待って。ちょっと待って。あ、忘れてた。ちょっと待って。T シャツ初だよ俺。だって売れてなかったし稼げてなかったもん。こんなさ何万円もかかんだから無理だよ。何万円もグッズにかけらんないよ。売れる見込みないもん T シャツなんか。ちょっとこれ郵送してくるわ。行ってきます。ポスト入れてきます。エルビって何？いただきまー。エルビって何？エルピー？エルピーって何？変なところにこだわらないところとか？いや天才じゃないでしょ。なんだ LP って。うん、 LP 何言ってるか分かんねえな。 LP ってなんだろう。うん、あ、そうだ、
ご飯まだ食べてないね。見つけたくみ、見つけたくみが分かんねえな。何の話、見つけたくみ、何見つけたくみって、初めて聞くんだけど。見つけたくみ、なんだ見つけたくみって、なんだろう。お、見つけたくみのこと、ヘルピー、見つけた組ってなんだ、なんかよくわかんないんだけど。え、何見つけた組って、え、何の話だ、うん、なんだろう見つけた組って。はい、風船ありがとう、丸見えさんありがとう。見つけたくみ、なんだ、よくわかんねえ。風船ありがとうございます。うん、うん、何それ、全然何言ってるかわかんねえな。風船ありがとう。アイテムありがとね。バガーありがとう。お疲れ、アリスちゃん。お疲れっす。でもそろそろ眠たくなってきたな。何時間飲んだ ?9 時から朝5時まで8時間飲んでて。まあ8時間、16時間か。まあそろそろ寝るか。うん、結構起きてんな。なかなか起きてるな。あーでもちょっと買い物行きたいんだよな俺。あー中地、あー中地ありがとう。中地昨日どうもっす。うん、お疲れ様です。風船ね、まとめて投げられるよ。うん、かける5ってあのできると思うよ。おはようございます。昨日どうも、昨日っつうか俺の中で今日だけど、楽しかったっす。またぜひ。丸見えさんありがとう。あざーす、風船ラッシュありがとうございます。なんかすげえ面白いお兄さんだった、うん、まあお兄さんつうかおっさんというか、俺ももうあれだから30過ぎてるからおっさんか。もう30過ぎたらみんなおっさんくくりでいいよね。若者っていくつ前なんだろうな。25歳ぐらいまでか。最近ね、20代見ると若くていいなっていうようになっちゃったもんね。若くていいなって言われてたのに。青春っすね。うん、また来てチョコマロさん、遊びに来て。青い青春、あ、青い春か。何言ってるか全然分かんなかった。青い春だね、青い春やねって言うとカズさん、うん、いやでもこのまったり した時間をずっと求めてたからなんかいいな。あ、バカありがとうチョコマロさん。28歳過ぎたらおっさんが、いやまあ30まではいいんじゃないの。28か、まあ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 、28もおっさんか。俺は30って感覚だけどな。お、YouTube もチャンネル登録してくれてる。Twitter も増えてる。ありがとう、ありがとう、みんな。じゃあ俺そろそろ寝るわ。
うん、ありがとうございました。じゃあみんな良い一日を。お疲れ様でーす。おやすみー。